狼の魂。昔々、昔々言うても、そないに昔やない、昨日か一昨日ぐらいの昔、ある川に得体の知れん丸いもんがぷか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 浮いとって、でそれがナマズのひげに当たりよって、その時ナマズ気持ちよー昼寝しとったもんやさかいに、えらい怒ってそらばごっつい喧嘩になりよった。これナマズです。見える？見えへんわな。おっちゃんもこの絵描いた時ね、あんまりナマズ知らんかったから、こんな顔や思って描いたんでね、この顔が出てきたらナマズや思ってください。でこのナマズが、こらお前行ったところなのじゃい、人が気持ちよい昼寝しとんのに大事なひげに当たりやがって、お前行ったところないもんじゃいってこのナマズが言いよ。この得体の知れん丸いもん負けてない、じゃかましやい、俺は狼の魂じゃい、何ぞもんかんのかいって言いよった。でこの狼の魂がおるいうことは、どっかにほんまもんの狼がおるいうことで、この喧嘩の2時間ぐらい前に時間戻してもらいます。この川の川上に狼住んどって、その日はポカ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 、天気の日で、狼歌うた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 昼寝しとって、で夢ん中で水が飲みとうなってきたんやけれども、体が眠とうて言うこと聞きょらへん。しまいに魂の方が怒ってむで、もえもうお前いつまででも昼寝しとれ、俺は勝手に川へ水飲みに行こう、言って狼の体からピョンと飛び出して勝手に川へ水飲みに行ってまいる。でこの魂のおらんようになってもた狼なんか、もうその辺におる猫やらネズミやらイタチぐらいの強さしかなくなってしまう。まん悪いことにそこへ何でしょう何か分かる人、はいお父さん、これですよ、これ。え、トカゲね、トカゲ近いけど外れ。お姉様、これですよ。何、当てもん当てもん、当たってなんぼ。ほら、生き物の中で一番怖いやつ人間や。当たりや。そう、漁師がやってきて、いつもやったら漁師の足音にパッと気がついて、あ、漁師が来たって逃げんねんけども、その時魂が川へ水飲みに行っとったもんやさかいに、この漁師に狼殺されてしまい、で狼死んでもたもんやさかいに、魂変えるとこなくなってもて、もうしゃあないから、あの水飲みに行っとったあの川にぽちゃんとはまって、ぷか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 浮いとうところ、あのさっきのナマズのひげに当たってえらい喧嘩になってもて、これまたまん悪いことに、その時ナマズ腹減っとって、狼の魂ガブッと食いよって、狼の魂みたいなもん食てもたら、もうナマズ元気になってもて、もう川ん中暴れ回って、もうエビは逃げるわ、メダカは逃げるわ、カエルは逃げるわ、ナマズの周り何にもおらえなって、おまけにナマズの口からぷか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 泡が出てきて、この泡がくせもんで、この泡水の上へ上がるとポカッと割れよって、でその割れた泡の中から
オオカミの大きな声でわーわーわーって吠えるもんやさかいに、もうその辺におったゾウもキリンもウサギもイタチもみんなチリジリバラバラ、ほんまにナマズの周り何にもおらえなってもだ。で、何にもおらえなってもだら、ナマズなんぼ騒いでもあぶく出しても面白ない。しゃあないからちょっと草の上でもう上がったれってピョーンと跳ねて草の上上がるよ。初めのうちはお日さんポカ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 当たって気持ちよかったんやけども、だん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 お日さんカンカン照りになってきて、ナマズのひげは溶けてしまうし、ナマズの腕は溶けてしまうし、ナマズの体は溶けてしまうし、しまいにはナマズが食べた狼の魂もドロドロに溶けて何にもなくなってしまいました。